か。はい、いきますよ。特になぜ4番なのか分かりません。4番、静岡のグレー、日吉。噂じゃないです。はい、何怖いですか。怖いですよね。なんかここぞともばかりにやりそうだね。そりゃそうです。日吉さんは今日やりそうですね。今日は、なんすか、4番ですか。視聴者の方に伝えることが、うん、今日瀬戸熊さんから聞き出してね、伝えることが僕の使命だと思ってきました、ね、お願いします。はい、俺の質問聞けよとかそういう話じゃない。いきますよ。これです。あ、カツミシンとは何ですか。カツミシンじゃねえし。カツミさん、カツミシンってことじゃないですかこれ。えマジで、それ逆、マジでこれマジっすか。これ何て言うんですか。俺マジでカツミシン。え、マジっすか。カツミシンじゃないの。なんて読む。逆に国旗神でしょ。国旗神っていうの。俺カツミ神だとずっと思ってる。俺カツノ神だと。のカバ公園だったから。のですか。え、これ何。カツミはまだわかりますけど、カツノですか。これ国旗神。これやり直します。KO麻雀国旗神。いや、恥ずかしい恥ずかしい。これあれですよね、野村監督の野村克也と同じ。そうです、それはわかります、わかります。これ勝つって字わかる。勝つっていう字、勝利の勝です。ん？と同じ意味なんですか。意味合いは勝ちの勝負の勝ちと同じ意味の勝つ。まあ似てます。勝つ、勝つ、意味合いが勝つ。はい、はいはいはい。まあ己は分かりますよね。で心。はい。で己に勝つって言葉聞いたことありますか。あります。己に勝つ。はい、まあこの字を使うんですけど、それを熟語にすると国旗神。国旗神なんですね。国旗神です。まあ単純にそのままの己に勝つ心です。はいはい。これがまあこれはブログやコラムなどでこの国旗神について書かれていることがあって、私もそれを当然読んだことがあるんですが、なんて言うんでしょうかね、その当然サインにも使われてますし、その麻雀における心構えとして、はい、指針としてこの言葉を選んでるとは思うんですが、はい、どうしてこれが必要なのか、その麻雀において。あ、うん、その辺がこう何かもうちょっとこう、うん、見てる方にも伝わればいいかなと思うんですが、これ結構、まあ、他の番組でも言ったんですけど、麻雀ってまず相手と戦うじゃないですか、はい、若い頃、僕20代の頃そうだったんですけど、慎吾には絶対負けたくないとか、はい、吉野に負けたくない、こいつより強いはずだから絶対負けたくないとか、はい、そっから入るんだけど、そのうちなんかそうじゃないでしょ、相手関係ないでしょってなる。30代になってくる、はい、もう自分に勝たなきゃいけない、自分の弱い心に、生きたい心を収めるとか、我慢するとか、行かなきゃいけない心を収めなきゃいけない、それで国旗神なんですね、はい、でも3番目にはその後があって、相手にとの勝負、自分との勝負が終わったら今度はパイと戦うの。よく言ってますよね。そう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 、来た手牌に対してだけ、ここだけの場面でもう誰が座ってようが一緒です、やることは、はい、その日の調子とかパイの着方によってパイと葛藤していく、はいはい、うん、それ僕それができてるのは多分麻雀プロ多いですけど、小島先生だけだと思うんで、そこの境地に行ったのが、うん、まあ名田さんもそうですけど、もうその本当に70代とか、うん、そのぐらいの人はもう真剣、どんな試合でもパイと戦ってるなって感じ、うん、人と戦って気づいて、自分との戦いに気づき、今度パイとの戦いに気づくと、そこの行くのは多分50とかでもきついんじゃないですか。もう悟りの境地ですよね。ご自身は行かれてない僕は全然行ってないと思う。うん、まだいまだに相手と戦っちゃう時もある、はい、この野郎とか思う時ありますよ。高いな。それで国旗神ってこれコラムにも書いたんですけど、僕剣道やってたの小学校の時、うん、でその手ぬぐいに国旗神って書いてあって、はい、うん、まあ日吉さんと同じようにね、ちょっと読み間違いしてたかどうかちょっと定かじゃないですけど、はい、これどういう意味ですかって先生に聞いたら、うん、そういう意味だよって教えて、うん、それでその時に僕は一人だけ斎藤君っていう子に勝てなかったんです、その道場で、剣道で、はい、それで野球の方が好きで、はい、野球をやりたかったんだけど、親父がちょっと
自衛官やってたんで、はい、自衛官の息子とか剣道当たり前にいらっしゃるんで、ね、それでいやいや言ってたんですけど、はい、でもちょっとその斉藤君にだけは勝ちたいなと思って、はい、ちょっと野球1年間だけやめて、はい、剣道1本でやったら、はい、ある日勝ったのね、はい、1回だけで、その時にあのこの言葉を手ぬぐいつも見て、幼いながらにもじゃあ嫌だけど道場行くかって毎日いやいや言ってたんで、その言葉それでそう一生懸命やるとなんかいいことあるなってその時子供心に思ったんで、まあそういうそれ以来好きな言葉があるみたいな。あとはサイン書く時に僕ちょっと長めの書いてたんだけど、はい、最近なんか10枚とか書く時に確かに慶応麻雀はい、ということで、これは国旗誌でしたね。国旗誌でしたね。これ多分ね、絶対視聴者の方にも間違って読んでるんだから、勉強になってる。僕も今恥かいて、もう二度と忘れないです。国旗誌ね。国旗誌。わかりました。カットしとく？やり直す？定期ついとく？いや、それも僕の、大丈夫？僕の受け入れる方なんで、みんなにさってバカにされて。ただ僕も結構あんま強い方じゃないんで、ここで恥かいて終わりにしてくれればいいと思いますけど。はい、ということで、いきます最後いきますか、とっておきです、とっておき、とっておき、まあここまでものすごい、うん、いいあれでしょ、ていうかね、今日すごいの瀬戸間さんがすごいのあの、こんなくだらないお題をそう膨らましてくれる、膨らましていい方に持ってきた、いいようにまとめちゃうんですよ、いい方には持ってきたんだ、一つの能力ですよこれねうまいこと転がされた、そうそうそう、いや、鋭い突っ込みくればちゃんと答えるんだけど、あ、本当ですか、本当ですか、先にだってさ、これだってさ、読み方間違えるからね、そうそうそう、フォローしながらね、フォローしながら、全部自分で言うことじゃから、広瀬さんがすまん5番、5番まだまだ分かる、分かる、よしよし、よしよし、はい、まあ、5番目に選ばれたんですけど、さすがに甘すぎますよね、今みたいに。さすがに。これじゃあ見てる人が、俺マジで、あの、はい、瀬戸駒さんっていう人はいい人だ、みたいな、すごい人だで終わっちゃうんで、まあちょっと、落としてちょっとはい、砕けた話なんですけど、全部カットになっちゃうから。ちょっとだけね。あの、やっぱ今の瀬戸駒さんで言うと、あの言葉がやっぱり、あー俺分かっちゃった、マージャン、うん、マージャン中に出る、あれでしょ、ニコ玉にいっぱいこう出てくるんでしょ、横に、ね、ちょっと今代名詞と言っても過言ではないよ、そのものをちょっとそれを出しつつということで、はい、それじゃあマージャンの話かな、じゃあ、うん、いきます、誰も青春時代にクマクマタイム発動クマクマ、え、なに、どっちえ、たまたまタイムたまたまタイム、下ネタじゃないですか、それで、そうだね、クマクマですね、はい、皆さんご存知でもあります、はい、まあその、全く麻雀と関係しないんですが、まああの、先輩にも、瀬戸駒さんといえば先輩にも、信頼があって、後輩にも慕われてってあります、どう見ても玉だよね、クマクマ、で先輩後輩ってきたらやっぱ次はやっぱどうしてもあの女性の方にやっぱちょっとどっちね行きたくなるというのは、それたまたまタイムなのきついねクマタマ言っちゃったじゃん、もう泳ぎ捨てたみたいなこと出ちゃってるじゃん、むしろたまたまタイムでもいいですよ、下ネタでも何でもいいんですけど、まあその若かりし頃の、はい、その青春時代といいますか、はい、やっぱりその先輩にも慕われ後輩にも慕われ、うん、やっぱ、まあ、心配にや、心配があって、うん、やっぱ女性にモテるんじゃないかな、そうね、どうしてもそれ思っちゃう、で、その若い時の瀬戸駒さんのイメージもちょっとどういったものなのかも分かんないですし、そこをちょっと今はどう見ても後輩に見えますから、見えますよね、たまたまタイムはず話せと、はい、青春時代のまあそういうことですか、いや、まあ、その聞きたいですよね、もう、まあ、これが慶応麻雀ですよ、本来はまあここら辺からそんな時代もあったのかと、僕ね、これみんなそうだと思うんだけど、若い頃ってなんかその女性とデートよりも麻雀の方が楽しかった瀬戸駒さん、いや、じゃあ一つ言っていいですか、そんなの聞いてないっすじゃあそれはじゃあ一つあの一つじゃあくだらない話を一個言うんでそれで勘弁して勘弁して尺法とかそんなです急に弱くなったまあ僕もね若かりし頃いろいろね、まあ粗相はしましたけどね、粗相はまあただ
あの結婚後の話で、はい、あのうちの奥さんにあのまあ遊んでもいいけど、はい、あのねその普通の女性はやめなみたいな話はあったんですよ。どういうことですか。いや要するにキャバクラとかそういうのはね、はい、まあいいですよと、はめ外すのはいいけど、ちゃんとあのねお勘定を払って、あそうそれだったらまあね、それだったらまあ大人の付き合いもあるからいいですよみたいなの言われてて、後輩が一人いたんですよ。もう辞めちゃった後輩が、はい、N 君っていう後輩がいて、はい、N 君があの B リーグに上がったんですね、はい、それでその子は僕の家にあの毎回飯を食べに来たぐらいに、あの僕の家の近くに住んでて、でその子は B リーグ上がった時にあのじゃあご褒美に何か買ってやるよって言ったんですよ、はい、そしたらあのちょっとねあのお姉さんのいるお店に遊びに行きたいってことになりまして、まあどういう経過はちょっと抑えといて、はい、そこはいいですよね。でまあ遊びに行きたいっていう話になって、はい、ああじゃあしょうがねえなってじゃあ約束だから連れて行くよって言って、はい、まあ連れて行ったわけです、はい、もちろんあのうちの家内には内緒で、内緒で、さらにマネーもセブンマさんもちろん、まあ、それで、あのまあ一応僕はまあお酒も飲まないし、はい、なんかそういうのもちょっと控えてた時代だったんで、はい、パチンコをやってるから、はい、じゃあお前行ってこいと、一人で行かしたんですか。一人でまああのね、はい、どういうお店かは内緒ですけど、あの一人で行っておいでって言って、はい、それでまあ数時間後彼が帰ってきて。はい、いやありがとうございましたってすごいね爽やかな笑顔で言うわけですから、まあ、まあ楽しかったんでしょうね、はい、それでまあ一応先輩思いなんで、はい、あの名刺をいただいてきましたと、はい、名刺をいただいてきましたって言って、はい、ご丁寧に、はい、次回サービスになりますって言って、はい、僕にくれたんですよ、ね、で僕はあ悪いなって言って、一応こういう格好で言ってたんで、はい、ここに入れたわけです、はい、ね、そしたら、はい、あの後日このスーツをうちの家内がクリーニング屋に出したんです、はい、そしたらクリーニングの人があのお名刺が入ってましたと、もうやだ怖い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 、お名刺が入ってましたって言って、はい、あのまあ名刺の裏には、はい、あの次回出勤日とかね、何の出勤か分かんないけど、分かんないんだけど、まあ一応あって、ただそのうちの家内も、はい、そのクリーニング屋のお姉さんも、はい、そういう話に疎かった、はい、真面目な方だったんで、はいはい、あのそこの店名が、はい、私の行く骨董屋と同じ店名なんですって、そのクリーニング屋さんに言われて、はい、たまたまそういうね、ちょっとそんな名前のそういうどういうのだよ、まあ、たまたまね。それであのご主人は骨董の趣味をお持ちなんですねってその名刺を渡されて、はい、うちの家内はあいつ骨董なんか見たっけなサービスって書いてあるんだよ、パッと裏を見たらピンときたみたいで、はい、あのうちはそう、まあ別にそれは OK だけど、はい、ね、内緒で黙って行った時はまあ罰金刑が待ってるわけ、罰金刑罰金があって、はい、あ罰金刑なんでお願いしますってニコニコして言われて、はい、そしたら僕もさすがにやったことに対してはすいませんって言いますけど、未遂だったんで、はい、うん、あ、うん、あれこれは本当に僕は冤罪ですと言って、はい、あのその N 君を呼んで、はい、経緯を話せって言ったら中性 N も、うん、まあさすがにね、そこはいつも飯食いに来てるんで、いやこれは本当に恥ずかしいですけどね、後輩もその話に肩を持つわけじゃないけど、いやこれだけに関しては本当に冤罪ですよって言っても、お前らの汚い男の友情は認められんねんって刑は執行されてる、きちんと刑を執行していただきますそれは今でも訴えたいと今は訴えたい。それであのもう一つ、じゃあついでだからもうくだらない話しましょう、はい、うちのベランダにあのうちの隊長の下着が欲しくて、はい、ね、蓋ある日まあ2枚ほどなくなってたんですよ、ね、なくなってて、何階ですか。2階です。2階でなくなってたんですよ、はい、それでその時に
僕は完全に犯人にされてお前だろって言われてどういうことですか。そこは皆さんに同意していただきたいんですけど、あの彼女とか奥さんのそういうのは絶対取らない。取らないです。取らない、はい、それちなみに罰金刑ですか。いやそれはそれ何刑ですか。誰刑ですか。それはそれ20年ぐらい前な、20年近く前なんだけど、いまだにお前だろ、うちにも泥棒がいるからねってたまに。まあそれはちなみにあのその冤罪のはずの罰金はいくらだったんですか。それはまあ、あのこんぐらいです。まあまあじゃないですか。まあ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 、いやもう僕は言いますよ、はい、いやその冤罪の方は、まあ、後輩もね、はい、そういうふうに訴えると通り、うん、本当なのかもしれないです、はい、だからそれは返してください、まあ、あと自分の彼女や、まあ、僕は結婚したことないですけど奥さんの下着を盗むということはないですよね。しかもそれ結婚後10年近く経った。今さらってどうしてるの。どんだけ好きなんだどんな性癖なんですなんかこの人性癖変わった。今日はちょっとね、あの公共の電波でその冤罪2つはちゃんとそうですね、ちゃんと、ね、はい、我々慶応メンバーもね、はい、あのそうです。僕は嘘ついちゃいけない番組なんで。そうそう、嘘ついて、まあただね、その冤罪になりきれなかったのはそのたまたまタイムが発動していた時期があったのかもしれないんで、はい、あったなー、なるほど、はいはい、まあちなみにこれ入れる経緯ってなんですか。何ですか。俺発動させる青春ですね、青春ですね、どっちだろう。慶応麻雀、はい、ということでじゃあ全部振り返りましょう。いつの僕はね、噂というかあれいろいろありました。初の決定戦から今現在はあの負けが良かったと、そして今があるということでしたね。これちょっと難しいんだよな。今日は何の筋がダメですかは、まあ、椅子がダメなんだ。椅子がダメっていうことと、あとちょっとね話ずれてきましたが、服装だとかそういったことが大事だという話がありましたね、メディアの時代ですと。で覚えました。国旗心とは何でしょうかとは、これはまあ己に勝つ心だと。まずは相手に勝って、それがあれのその次は己に勝って、そして最後は範囲に勝つのが正しい格好なんだと、うん、そして青春時代にくまたまタイム発動は青春時代の話はちょっと来ませんでしたが、まあそうですね、そこまで、まあそうね、やんちゃしてた時の冤罪がいくつか残ってるようなので、はいはい、そのあたりお願いします、はい、そして奥さんに頭上がらないみたいですねは、上がらないんじゃなくて麻雀のためにも自分のためにも上げないんだという5つの噂に迫る。奥さんネタが豊富ですよね。そうですね、いや豊富なんだけど、本当にこの後大変なことになるんで。でもまあ話して一番面白いのはそこですけどね、はい、まあ、まあ、それはしょうがないですけどね、はい、ちなみに最近罰金刑食らったので罰金刑最近ないです、ね、本当にないです。一番近くて本当にない、本当に2年前にしつこいよ。すごいよ。ないですね。いや、あの一つ正直に言うと、最初の方位取ってからは罰金刑1回もないです、僕。まあそれはバレてないのか、そこバレてないのか、そうなんですよ。いや、あの、違う、そういうことじゃなくて、あの、バレた場合は罰金刑なんで、本当に行ってないっていうのが本当ですけど、でも、あの、家の体調は、うん、はい、バレてないだけだなって思ってる可能性がある。ああ、なるほど、まあ一応そういうことにしましょう。そっちの、はい、ということで、以上5つの噂に迫ってみたわけですが、そういうことどうですか、振り返ってみると。うん、まあそうですね、はい、まあ皆さん優しめの質問だったんで助かりましたが、うん、はい、最後ぐらいね、ちょっと、うん、自分を落としとかないとね。あれ言われたらまずかったなってのありました。いや、特にない、特にないですか、はい、僕は基本的に特にないですね。隠し事はなし、はい、はい、うん、ということで、視聴者の方にも隠れた部分が伝わればよかったかなと。いや、よかったっすね。面白かったですね。毎回思うんですよ、男の人が来ると下水のなくなるんだよね。基本はない、まあ、最後こうやってわざと入れるっていうか落とすのもあるにしても基本はないよね。いや、なんかあれなんですよ、女性が来るとね、すごい下水番組になっちゃうんですよ、この番組。それあなたがしてるんですよ、下水番組に。え、井出さん結構守るんですよ、男性。わかります、今日のお題を見てください。いや、男性の時上げていかなきゃいけないじゃん、やっぱり。あとね、男性の下水話ってのは基本的には面白くないんだよね。まあそうですね、やっぱこう、知られ、本当に僕も一視聴者の目線でこれ面白くなったですか。いや、面白くない、それは面白くない、それこれはこれで面白いけど、全員がそうなっちゃうのが面白くないっていうのが、はい、そうだね、うん。まあ、ただ言えるのは、あの若い時やんちゃしてても20年後だと結構笑い話になるなって今感じますね。あ、だから今は20代のやつみんなやっとけってことですか。そうそうそう、たまたま面白い、おしこしちゃうよ。そんなこと言ったらね、今お付き合いしてる方々に怒られたら大変ですからね、はいはい、それは真面目に やれる方は真面目にやっていただきたい、はい、活動経験も大事だということで、はい
はい、ということで、いつの噂に迫ってみました。次、コーナーございますね。はい、また次のコーナーもお楽しみに。それでは今回はこの辺りです。さよなら。